日はこういうの作ってみました。ザコスプラッシュプレート。これ何かっていうと、まあこのちょっと今これテストしたやつなんですけどね、飛ばし塗装簡単にできないかなと思って作りました。よくね、よくあのバンナとかの広告というか、あのアングリングファンとかに書いてるね、宣伝のページにすごくね、スプーンにパッと色が飛んでてかっこいいやつが出てると思うんですけど、ああいうのやってみたくって。ただですね、エアブラシ使うとやっぱりこうちょっとだけしかやんないんで、ちょっと片付けとか大変だし、設備も大変だということで、これ考えてみました。まあ、使い方は、まずね、塗料ってあったら、混ぜてから使うと思うんですけども、まあ、これでこう混ぜて、これ混ぜる。混ぜたら、ここの穴に塗料が含まれますよね。で、それを息で、と拭くと、まあ、こういうふうに飛ぶだろうということです。じゃあちょっとやってみます。ちょっと前作ったね、テストしてベントしたスプーン、これねやってみましょう。色はね、まあちょっといろいろ考えたんですけど、蛍光グリーンにしよう。使い方やります。開けると大抵ね、塗料は分離してるんですけど、これをこれで混ぜてください。で、その時、これはちょっと大丈夫かな。まあ、エアブラシとかもそうなんですけど、あんまり硬いと飛ばないと思うんで、それなりにね、柔らかい、ギリ。もうちょっと薄くてもいいかなっていう感じですかね。わかんないけど。もうちょっと、まあ、こんな適当な薄め方でいいのかって話なんですけど、もうちょっと薄めて、ちょっとシャバめにして、ここに。混ぜますね。そうすると、ここの、Z デザインの、まあこれ、まあこれにデザインしたんですけど、普通の穴で大丈夫だと思います。これ、無駄な努力です。それで、これを、かざして、いきますよ。ちょっとね、叩いて。ほら、これで。まあ、こんな感じでね、できるっていうやつです。ちょっとね、この穴形状をもうちょっと見直せば、もっといい感じでできると思うんですよ。それで、まあ、こんなね。感じてできますということで、まあ、これ何回もやっちゃったんでね、こいつとか、まあ赤とかも吹いちゃったんでよくわかんないですけど、結構ね、黄土色、茶色、黒なんて吹いたら、まあこういうのあるのよなっていう感じにできるんですよ。で、さらに、まあこれ、まあ片付けとしたらね、これをこう払って、こんな感じで拭いてですね、拭いて、まあこれでね、薄め液とかでこいつを拭けば、これでまあティッシュ等につけて拭けばすぐに掃除できるので、まあエアブラシでやるより楽かなっていうとこです。まあこんなん作ってみました。これでね、ちょっと今触ると、まあこう飛ばしの塗装ですね、もうちょっとうまくできると思います。ち
ちょっと薄すぎたかな。まあこんな感じで、まあ、インチキなんですけどね、こういうの面白いかなと思って作ってみました。以上です。